空間図鑑研究所のイベント撮ってみたいと思います。いやーハニー、こんな場合でもお帰りなのかな。彼女はバーネット博士、空間図鑑の船長、そして所長、そして僕の奥さんだぜ。さすがあなたが光るね。さっき DJ から聞いたわ。楽しまれるトレーナーさんだって。3ヶ月前、砂浜辺で倒れてるリージンを見つけたわね。バッグの中にいたコスモックもぷくってしていたらしいし。で、ハウ君はいないの？ハウ君はマーペースだからね。ハーさんのみたいな大物、シマチングにだってなれるのろ。そうかな？うわっ！あ、ほんとどうも。ほんとだどうも。いらっしゃい、ハウ君。久しぶりだね。あのさ、ヒカルに、アローラの不思議な現象を教えてあげたいんだ。もちろん、アローラの謎。それは、オルトラホール。アローラでは、ごくごく稀に、空に穴が開くとされております。そして、その先には、未知の空間があるらしいの。なぜ、未知の空間があると、計測されたのか。それは、オルトラホールから、怖いポケモンがやってきたとの、現象が残されている。だから、ね。現状としては、貧弱ありだけど、無理できないわね。これまでのポケモン図鑑にも、別世界に関する説明はいくつか発見、解見できるし、参見できるし、怖いポケモン、野生のポケモンは人を落とすことも人を襲うこともあるでしょう。ウルトラホールからやってくるポケモンは特にすごかったんだろう。ウルトラビーストと呼ばれ、襲われ、白の守り神に厳しく襲ったりしたいもんだね。さっき言った通り、伝承が打った時だけでどこまで本物か不明だけど、空間のルガミを調べてウルトラホームの謎を解けば最高なんだけどね。ポケモンの空間を関係なら、空間の本棚にいくつかの事例をまとめているわろ。ギギやビービレ、バーネット博士を助けてほしいね、ということで。まずは、ヌヒール&夢狭間。夢狭間。うふふふ。ポケモンの空間の関係なら、研究所の本棚にいくつか辞書をまとめておるのよ。コイール。シュー。ラン。ということで、これは、ジョータ君の解説テキスト、別世界の穴を開けて、そこから雨を降らした。そのため、トロ作の神と閉ざせる。そして、緑の方は何でしょうか。ギラキナの解説テキスト、常識には通用しないこの炉の裏側にあると言われる、破れた世界に生息する。パルチアの解説テキスト、空間につながり、自体に、操るところで遠くの場所ら、異空間の移動もできるんだ。バーネット博士以降の夢肌だと呼ばれる空間の建設をなさってました。まあ、いろいろ本がありますね。数ヶ月前、モーンという方がウルトラホームについての条文を発表したんです。ビキン、ズバリあなた、いわば、トルボックスをお使いになってませんね。なんということでしょう。バトルボックスを使うのはバトルボックスが合う。ビッグ。バトルボックスのポケモンたちも登録してバトルチームを作る。
そうしておけば友達やポケモンショーするときなどすぐにチームを選びます。バトルチームは最大の6人設定できて状況に対してやります。例えば旅に出ているとき、旅をしているとき、バトルロイヤルを挑むときでチームを分け合えるとかするかね。しかも同じポケモンを使う別々のバージョンに登録しておくのです。ぜひぜひパソコンのボックスかバトルボックスを使ってみてください。バトルビデオを使えば、バトルビデオを使えば通信対象を見やすいほか、サイレンステーションのバトルビデオを見る方がすごいのです。3ヶ月前のことです。おひぐもちゃん、コスモックに教わろうとバーネット博士をお尋ねをしようとして、でも道に迷い浜辺で倒れてしまったんです。夜中にもかかわらず、私の話を真剣に聞いてくださっただけではなく、なんで様のくくり博士に連絡なさって星雲ちゃんの調査とロフトを課するように手配されているのです。バーネット博士は本当のお母様のようです。行ける場所が増えていって、僕はポケモンパートナーをポケモンと一緒に成長したっていいよね。使う興味深い話だった。ウルトラビーストにいたとしたらどんな技を使うか気になるよね。さあ、アーカラキナの3つの試練を全て終えたんだよ。すごいぜ。次はいろいろ島国にライチさんとのポケモン勝負。アーカラ最大の最後の大試練だね。行ってらっしゃい。ライチさんは、ライチさんの家は、で、ドグダトンゲンを抜け先のコニコシティになるからね。あ、はい。私はバーネット博士のお話してます。行ける場所が増えていくって、パートナーポケモンも一緒に成長したって感じでいいのね。ドグダトンゲン、羨ましいのと。新たなスポットを旅館だろと取ることで、ともかく、今は、デグラトンネルに行くよと、誓ったので、ロトポンの期間にプレイします。ロトポンのおまけ付きです。さーてと、これは何ポンかな。おめでとう、すごいパワーが出たと、夏木ポン2個。夏木ポンが出たか。さて、アーカーキラの道を見たら、すごいぜ、チラチラ、聞くにナイチさんの勝負。よーし、行くぜ。よーし。これは不思議な現象、ウルトラヌガです。不思議なヌガミの感じをする。さらに裂け目が光る。チャンピオンのキャプテン3人の試練こなしたんでしょ。だからデグダトンネルを抜けて第一線になるんだね。デグダトンネルはね、ここからだとポケ戦の近く、見逃しやすいから看板のチェックだろう。ポケモン、ポケモン。ということで、またアーカラ島の大試練の時にお会いしたいと思います。それでは、シルエリクスタイム、バイバイ。